今日の目標は30分以内なので6時半までに作ります。はい、動かないでよ。おお、いい。こんばんは。今日もお疲れ様です。今日は私のナイトルーティンを撮っていきます。よろしくお願いします。はい、なんでバイバイなの？突っ込まれた。あけぼの焼き。そう、今日のメニューはキキの大好きなあけぼの焼きと、あとパパの大好きな鶏ハラミを焼いて、あと長芋のお味噌汁と、あと大学芋を作ろうと思ったけど時間あるかな。ということで、もう6時なんでちょっと急ぎ気味に作っていきたいと思います。レッツゴー。今日の目標は30分以内なので6時半までに作ります。急げ。まずは長芋、よーいスタート。時間かかられてる。7月の後半から始まった我が家の夏休みもようやく終わって、新学期が始まってます。うん、しばらくね。夏休み中は旅行とかどっか特別行ったわけじゃないけど、何かと毎日充実してて、どこ行ったっけ、公園、階段、あ、トレーニングで階段、なんだかんだ外で過ごしてることが多かったよね。母ちゃんは昔からシミができやすい体質だから、あれ、帽子かぶってさ、フードかぶってさ、めっちゃ暑かった。ちょっと怪しい人だったよね。そう、そうでもなかった。え、大雨だったあんまり。あ、そう、こっち側のさ、大きいシミあったことがあって。はい、え、そうなの。そう、昔はあんま肌のケアとかしてなかったから、結構大きいシミができて、取ったことあるんだよね。あ、取れてる取れてる。うん、おお、すごい、ペロンと取れた。こっちも行きます。作るんですけど、あけぼの焼きすごく簡単で、これめっちゃおすすめなんですけど、玉ねぎのすりおろしとケチャップとみりんをこう一口大に切った鶏もも肉につけておいて、あと焼くだけでめっちゃ美味しいんですよ。野菜嫌いのキキが唯一玉ねぎ食べれるやつです。あらかじめ冷凍してストックしておいたやつを今日は焼いていきます。まだバッキバキに固まってる。よし、止まって座っ、こうやってゴーみたいに座って、はい、チーズクワタ、こうやってやってくれた。違う、あ、そう、はい、動かないでよ。はい、チーズ取れた。おー、いい、ちゃんと足、すぐ離さない、すぐ離さない、足キュッ、はい、これ
それ癖ついちゃう。はい。お風呂に入りました。今からスキンケアをしていきます。いつも美容液、化粧水、乳液を使ってるんだけど、ずっと同じものを使ってると効果が実感しにくくなってくるんですよね。30歳を超えてくると肌の悩みがすごいいっぱい出てきて、年齢に応じたケアがやっぱ大事だなと思ってて、年に1回から2回は美容皮膚科に行くんだけど、やっぱお金も時間もすごいかかるから継続していくのきついじゃないですか。最近気になってたスキンケアがあって、これこれはレチノール系のスキンケアなんだけど、レチノールって肌にいいのは知ってたけど、使い方を間違えると逆に荒れるって聞いたことがあって使ったことはなかったんですよ。でもこれは日本人向けに作られてるし、美容クリニック専売品って一番効果があるかなと思って最近使い始めました。4日間のサイクルでケアを行っていくんだけど、日によって使うものを少し変えることで肌にメリハリと休息を作れるんだって。肌がすごいもちもちになった気がする。やっぱ透明感もありますよね。今日は4日目で休息日なんですけど、1日目から4日目でどうやって使っていくのかを撮ってみたので見てみてください。4日間の使い方こんな感じでした。私はもともと敏感肌だから荒れたり赤くなるのがちょっと心配だったんだけど、今のところ問題なく使えてます。海外のものだと成分が結構強すぎて荒れちゃうことがあるみたいだけど、これは日本人の肌向けに作られているので荒れる心配も少なく使えるかと思います。ちなみにこのレチノールはグレードが1から4があって、最初はこの1を使っていくんだけど、慣れてきたら2、3ってどんどん上げられるらしい。3はかなり高濃度らしい。使ってみたいよね。本日紹介したこのスキンリメドが9月27から9月30の期間限定で、通常だと 12,320円するこの3点セットが、下の概要欄とコメント欄からだと初回3900円で購入できます。2ヶ月分の内容量が4000円以下で購入できます。
しかも今なら針と緩みのダブルケアができるリフトボールポインターもセットです。傘としても使えて血行を良くしてくれるそうです。このスキンリメド今すごい人気で一晩で売り切れたこともあるみたいなので、気になる方はぜひお早めに。下にある概要欄とコメント欄からの購入が最大の割引になってます。限定でなくなり次第販売終了になりますので、概要欄コメント欄からスキンリメドぜひ使ってみてください。これはいつもホコリが出てくるように立てて干してます。それではおやすみー。おやすみー。